マイプロジェクト TV のウントケンです。コメントいただきました。ありがとうございます。動画のネタありがとう。パートのおばちゃんたちをおだてて味方にする同期のやり方が気に入りません。でも結局彼のやり方でうまくいってるみたいです。私の考え方が間違ってるんでしょうか。なんか半分人生相談みたいになってきてるどうおだてるかにもよると思うんですよ、こういうのね。ただ褒めてるだけっていうのはこう効果があまりこう持続しないし、褒める側も同じとこばっか褒めるわけにいかないし、結構ね効率悪いんですよ。マリさんいつも元気で素敵ですね。それから声も大きくて、あと元気ですよね。褒めるっていうのはいわゆる評価すること。褒め方っていうのは4つのパターンがあると言われています。1つ目が相対評価、他との比較で評価すること。社内で一番かっこいいねとか、あの人より可愛いじゃんとか、実はこれあんまり心に響かない褒め方なんだよね。2つ目が絶対評価、これは他と比較しない評価のこと。頭いいよねとか、最近なんだか素敵になってきたよねとか、純粋にそう思ってんだよっていうことを伝えるのは相手の満足度高め。3つ目が結果評価、結果を褒めるってやつだな。再生回数100万回ってすごいねとか、現役で東大に合格ってすごいじゃないとか、これも悪い気はしないけどね。最後がプロセス評価、結果じゃなくて途中過程を褒めるってやつね。今までの努力が実を結んできたねとか、部活3年間頑張ってきたもんねとか、4つのうち一番相手の満足度が高い褒め方と言われています。以上、褒め方の切り口っていうのはこの4つのパターンがあるわけなんだけど、どこを褒めるかと考えた時に相手の心に響きやすい順位を示したものがニューロロジカルレベル。そのニューロロジカルレベルがこちら。この5つの階層の上の方であればあるほど人間は主体的に捉えるっていうこと、つまり心に響きやすいっていうことね。実際に言葉にしてみると、ほらね、こう上の方が本質的な感じがするじゃない。つまり最も心に響くのは人格を褒めるということなわけだ。心理学者ジョアン・グルーセックの実験では、子供たちを褒めるときにいいことをしたねって行動を褒めた A グループ、いい子だねって人格を褒めた B グループ、2つのグループのうち人格を褒められた B グループは A グループより4倍以上の子供がその後さらにいい行動をしたとのこと。ちなみにこれ余談ですけど、褒めるんじゃなくて逆に叱るときっていうのはこのニューロロジカルレベルの一番下の階層で叱るっていうのができるやつだ。褒めるということは認めてあげること。ただその表現次第では相手に伝わらないし、伝わっても効果がなかったりする。今回の質問に戻ると、働く仲間のモチベーションを上げるためにその褒めるという手段を使っているわけですが、冒頭にも言ったんですけど、ただ褒めるっていうのはその効果が薄くってさ、他にそのやる気出させる方法とか動機づけの方法っていうのはさ山ほどあるわけで、そこら辺はね昔の僕の動画見てくれればいいんですけど、それでも褒めるっていう手段を取るならば、どうせだったらちゃんと褒めようぜっていうこと。最近綺麗になってきたね。できるやつは褒め上手。ぜひともご参考にしてください。というわけで今日のおさらいです。褒めるということは人や物事の価値を判断して認めてあげること。できるやつはどうせ褒めるなら確実に効果のある褒め方をする。ニューロロジカルレベルの階層からすると、一番上の階層の人格を褒めることが一番効果があるっていうわけなんですけど、いや人格ばかり褒めるのは相手の負担になるでしょうよと、むしろ行動を褒めるべきなんじゃないかっていう考え方もあります。子供にいい子だねって褒めまくった結果、その子供がね自分はいい子でいなきゃいけないっていう風に考えちゃうとかね。それから気配り上手なんだねって本人が気づいてない一面を褒めてあげたりとか、課長が君のこと褒めてたよみたいに第三者からそう伝えられるっていうのも、効果が絶大な褒め方だと言われています。意外と奥が深いんですね。誰か伊藤ちゃんを褒めてください。チャンネル登録よろしくお願いします。